ホークス藤井だらけしんどい。 X で先発は疲労藤井で全試合行きますって言ってる人いたよ。全試合疲労藤井投げさせます宣言してる人いた。まあでも実際ホークスの先発陣揃ってなかったら全試合藤井さんで行った方が強いのは確実だと思う。だって結局俺も大魔神疲労させた状態でも投げさせてたし一緒やろ。それが藤井荒野さんのあの性能だから言われるだけであって、まあまあその時一番いい選択をするっていうのは間違ってない。疲労の方が強い説あります。まあそれはある。大魔神もうなんかみんなもう目が慣れすぎてて疲労してる方が強い。巨人だけど毎試合高梨ビーラ当てられるのきつい。高梨さんってさ、ホーク版使う人減った？巨人人生俺は一生あれ使うつもりなんだけど。だけどフォーク全く投げない。あ、でも投げなくていいんだよ別に。投げる投げないはどっちでもよくて、投げるとしても1イニングで1球か2球だと思ってるけど、存在としてあるっていうのが俺は大事だと思ってる。バッターで対戦した時もあるかないかでやっぱ1個考えることが減るからね。くしゃみでそう。バンテフ、バンテフ3200。そりゃそうなるわな。ってことで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。